本日は1番8グループ主催、協力バリバスによります2020年度、三重県志摩沖、木肌キャスティングプレミアムミーティングにご参加いただきまして誠にありがとうございます。まあ、自分の役目はナブラを探すことだと思ってますんで、あの動線されたお客様、あの、まあ、何か質問とあればその時していただいてもいいと思うし、あとは、まあ、あの差を持つよりも多分探してる方が自分は多いと思いますんで、ぜひ皆さん、いいナブラ見つけて、いい釣りされるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。恒例のこのイベントは僕も、相当毎年楽しみにしているイベントなので、できればですね、皆さんと楽しく、怪我なく、遊べたらいいなと思っております。まあ、楽しくやりながらですけど、こういろいろわからないところとか、いろいろ疑問に思っているところとかはもうやりながらも常にボンボンこう聞いていただければ、わかる範囲で説明しますので、まあ、気軽に声かけてください。よろしくお願いします。まあ、2年ぶりですかね、開催ということで、すごい楽しみにしてたんですけど、ようやくなんか皆さんとまたこうやって海に出ることができたので、すごく今日一日が楽しみです。で、まあ、海に出てみないと結構わからないことも多いと思うので、まあ、その都度その都度皆さんと話をしながら交流していけたらなと思います。怪我なく安全に一日やりましょう。お願いします。僕からはちょっと最近の状況として、今年はちょっと日村が激しすぎるところがあるんですけど、魚は常にまあいます。浮くか浮かないかというだけですので、まあ、1回でもチャンスが多く取れるように頑張って探しますので、あとまあ雷の心配がちょっとあるんですけど、その辺はもう安全第一で、状況次第で判断したいと思います。感染症対策基本的には、ね、対応しながらで、利用という形でお願いしたいと思います。ただ撮影時等に、ね、マスク着用とお願いする場面もあるかもしれませんが、正しい距離保って安全に、イベントを進められますようにご協力お願いいたします。それではただいまより始めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお
いや、チーム鈴木は活性高かったですよ。人間の活性は。人間の活性はもうすごい活性高くて、もう最後までみんな諦めず、港の前にもナブラがあるとか言ってもうみんな騒いでましたから、なかなか楽しい。一緒に乗ったね、あの人からも、釣れなくても今日はすごい楽しかったんで来てよかったですってお言葉もいただけたんで、非常に良かったなと思います。まあ、皆さん本当ね、いろいろな方と乗りたいのは乗りたいんですけど、なかなか船のね、定員もあるんで、まあ、また機会があったらぜひよろしくお願いします。まあ、イベントでもね、また多分来るかもしれないんで、その時には、まあ三重のイベントで、お世話になりましたって言っていただければ、なんとなくは覚えてると思います。喋りながら思い出していく。確実には覚えられないから申し訳ないですけど、まあでもそんな感じで言っていただければね、話も弾むと思いますんで、またぜひ皆さんよろしくお願いします。いやー、チーム不良の皆さんがですね。チーム不良。もうはい、まあ、釣りもそうなんですけど、探しながら、釣りとは関係ないいろんな日常の話をしながら、一日あっという間に終わってしまいました。まあ、チャンスが一回あったので、はい、ヤダに投げれるチャンスが、まあ、姿も見れたし、なんか可能性があるなっていうのも何回かあったので、まあ、あとはちょっと魚の機嫌次第というか、というところもありました。まあ、一日通して結構みんなといろんな喋りながら交流ができたので、また来年も、まあ、同じメンバーでもいいですし、まあ、また違う皆さんと交流ができたらと思います。まあ、充実した一日でした。またよろしくお願いします。はい、岡村さん一緒だったんで、ご存知の通りほぼほぼノールックな感じでしたけども、おそらく誰かお日頃の行いが良くなかったのかなという感じでしたけど、まあでもすごい遠いところのまあ、僕は見えなかったんですけど、船長がすごい特別見つけてくれて、まあまあな勢いでこう向かってってくれるんですけど、まあ着くとまあまあ、何もなくなっちゃってるっていう状況が、まあ、ずっとなんか一日中そんな感じで、なかなかこうなんて言うんでしょうね、こう緊張感があるところまでちょっと行けずに、ちょっと終わっちゃいましたけど、まあでも、まあこういうのもマグロ釣りの一部なので、これ全国どこ行ったとしても、クロマグロだとしてもキハダマグロだとしても、まあまあこんなのは別に気にしてたらマグロ釣りやってられないので、はい、また、次回ですね、ちょっとチャレンジしたいなと思います。いやー、去年までと比べるとちょっと渋いですね。渋いというか厳しいというか、入っても食わなかったりっていうナブラも多いんで、いい日の中でいいナブラに当たらないと結構キャッチまではいかないというか、そんなのが多いです。ベイトは多いんですけどね、カタクチイワシは。最初はグーじゃんけんはい、はい、ありがとうございます。今、いいですね。ありがとうございます。最初はグーじゃんけんぽい。ありがとうございます。ありがとうございます。さすがチーム鈴木はみんな商品持って帰る。はい、最初はグーじゃんけんほい。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。1、2のサンライズ、もう一枚いただきます。せーの、1、2のサンライズ。はい、3、2、1、1、2、サンライズ、1、2、サンライズ、1、2、サンライズ。